今日はですね、神戸市西区にありますカフェフリップフロップにやってまいりました。知る人ぞ知るカフェなんですけども、静清中央駅から外れと言いますか、バスが走ってるんですけどね、ちょっとね、新規バスなんですけど、どっからどうバスが出てるかまで私も詳しくは分からないんですけども、雑貨と家具とカフェのお店です。お邪魔します。こんな感じで、でね、実はね、今日はね、自然の走る風景っていうフリップフロップで、このモフモフ不動産の展示があるということなんで、原画展ね、見に来ました。おはようございます。ここにもある。先に注文していいですかね。はい。ケーキセットってあるんですかね。あ、はい。はいはい。あ、なるほど。ケーキは3種類。はいはい。あ、じゃあこのサワーケーキを一つください。はいはい。あ、じゃあアイスコーヒーで。はい。ちょっとガムシロ浮き出してまして、ないんです。いやあ、ここ風景いいですよね。はいはい。すごいね、風景がいいんですよ。こんな感じです。いい風景ですね。モフモフ不動産、お久しぶりでございます。 ありがとうございます。今日はね、このフリップフロップで、これ絵画、原画展っていうんですかね。これ原画展です、はいはい、今回、はい、これ原画展って原画写しても大丈夫なんですか。はい、原画写してください。そうですか。あの、本当にお久しぶりです。ありがとうございます。いつもありがとうございます。お元気されてました。なんとか、なんとかです。今回は、なんかあの、神戸の風景で、これは販売されてるんですよね。そうですね、これは合衆をして、はいはい、今回出たばっかりの卓上カレンダー、はいはい、この自然の走る風景っていうのは今回の売りなんですね。はい、昭和46年に廃線された神戸支店を、はいはい、中心に、なるほど、はい、大体40年代の神戸の風景という感じですね。私前から聞こう思ってたんですけど、モフモフ不動産は鉄道が好きなんですか。あ、いや、もう鉄道もちろん好きなんですが、はい、本当に神戸の町風景が、町の波が好きなんですね。なるほどね。はい、で、今回はたまたまそのカレンダーに神戸市電というのをピックアップしたということなんですね。そうです。やっぱりね、昭和40年代を語るにはもう市電は外せないんですよね。なるほど。今日は私はちょっと落としたらあかんなんですけど、私の友人で神戸市電ファンが一人ご夫婦で来てます。そうです、そうです、はい、あ、今手を振ってくれました。それともう一方、せっかくなんでもし嫌じゃなければ動画出てもらえれば。なんか滋賀県から今日わざわざ。あ、そうなんですね。インターネットで貼り付けて、はいはいはい、お二人はお会いするの初めてなんですよ。で、まだ私もお名前をお聞きしてないんですけど、ツイッターヤゴクレという名前で、ツイッターネームヤゴクレさん で、ね、で絵を描く方なんですね。デジタルで絵を描いてます。どんな絵なんですか。ヤゴクレさん、はい、これがヤゴクレさんが描いたイラストなんですか。そうですね、これも神戸市電じゃないですか。そう、広島に、ね、現役ですよね。そう、現役で走って神戸市電、はい、これ広電に、広電に行った神戸市電に2台行ってんの。はいはい。なんかね、今日私のお友達がそれ今度貸し切るらしいんですよ。あ、そう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 。あ、さっき宣伝した。これね。あ、そうそう、中身は見せたらあかんねんけど。はい、これ。そう、この広島に取材行きあったんですか、じゃあ。いや、ちょっと仕事で広島にいた時期があって、なるほど。そこで初めて神戸に自然があったことを知って、
でも割と知ったんじゃあ最近 で, 最近なんです。じゃあその何十年も神戸市電のファンというわけではなくて、本当に最近そうなんです、ね、これってどうですか、あのモフモフ不動産から見られてこのイラスト素晴らしいです。マジですか。いや本当本当、あのしかもね、あのそう神戸描いてるやつをちゃんと描いて、はいはい、ね、あ素晴らしいです。これってごめんなさい、あの手書きなんですか。あ、こちらあの、まああのデジタルで書いているので iPad で書いているんですけど、 iPad でこんなん書いてるんですか。僕もお父さんどうやって書いてるんですか。僕も手書きで手書きで、これはこれでもすごいですよね。あのね、もふもふとその絵はね、確かにね、あの自然をメインにしながらも、やっぱ昔の神戸の街で、ね、そうですね、私52なんでかすかにこんな感じやな。自分にとってはね、全くそうですね。あ、そりゃそうやね。年をいくつなんですか。25になるんですか。こうやってこう世代が引き継がれていくんですよね。こういう神戸の街とか自然のことをこう思い持った方がこうやって引き継がれていく、絵でつながっていく。そうです、そうです。素晴らしいじゃないですか。線路でつながるようなもんですよね。で電車がね、つながっていくんですよね。そうです、そうです。それだけこうね、人を引きつけるような。いやいや、今日はね、さっきからね、モフモフ不動産のファンが本当たくさん来られて、いやいや、もう本当ありがとうございます。モフモフ不動産に会えろう思ったら来る方多いんでしょうね。いや、そうですかね。え、そうやと思います。私も今日そのために来ました。お会いしに来ました。じゃあ、これが今回の昭和40年代神戸の。そうですね。ね。この、フリップフロップさんでは31日までなんですね。31日ですね、日曜日。モフモフ不動産が在庫されてる日っていうのは、モフモフ不動産の公式 Facebook ページ、あ、そうですね、ご覧いただくのが一番いいですかね。はい、そこには、はい、ちゃんと載ってます。承知しました。土日です。ぜひ皆さんね、お越しほしいですね。はい。で、それと、ぜひこのカレンダーとかね、絵画もね、お買い求めいただけると嬉しいですね。はい。ということでございます。あ、ちょっと待って、これなんですか。こんなん昔ここ走ってたんですか。塩路。あ、塩路ですよね。塩路。塩路。ありましたね。ああ。大好きですか。塩路。可愛いでしょ。可愛い可愛い。犬みたい。あ、犬みたいですね。可愛いですね。確かにね。もうね、なんか。あ、そうなんだ。いや、私もライチョウにちょっと似てるなと思って。そっかそっか。ね、こんな。あのね、可愛いって言うてるモフモフ不動産がさらに可愛い。いやいやいや素敵です。はい。ということで、本当に皆さんぜひ、あのフリップフロップさんに、あの見に来てください。お待ちしてます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。フリップフロップでケーキセットを今からいただきます。キイチゴのケーキです。カフェ、コーヒーです。あのね、ここってね、とにかく風景がいいんですよ。のどかな風景。はい。という。じゃあ、いただきます。はい、ということでね、今ね、何の約束もしてなかったんですけど、ヤコクレさんというあの滋賀の、あの、ありがとうございます。イラストレーターって言うといいんですかね。いや、それは趣味でよく描いてるだけだ。え、あれ趣味なの？全く、ただの落書きって言ったら。あれで飯食ってるわけじゃなくて。全くそうじゃない。もう一回見せてもらっていいですか。めちゃくちゃ上手なの。他にもあるじゃないですか。これ、他のも写して大丈夫ですか。ちょっとこれ、これ見てください、これ。お上手。これ場所で言うとどこなんですか。これは京都の、はいはい、あの水政のあのね、神戸市の前を走る、はいはい、ランデンっていう路面電車。ランデンね、ランデンさんの絵も描いてくださってます。路面電車が好きです。はいはい。路面電車が好きなんですね。これはどこの公園ですか。これはあの広島 の, あの平和大通りを走る。でこう、これは実際走ってる。これはですね、そのあまりめったに走らないので、原爆の日にだけ限定で走るんです。なるほどね。この親子連れの方の後ろ姿がまたいいですよね。これはつい想像ですけど。あ、これも想像で描いたの。上手や。これ非売品なんですって。これあのモフモフ不動産から。これあれやん、あの神戸交通振興。そうそう、ここの知ってます。いや私ね、神戸市のね観光バスなんですよ。あ、はいはい、なんかその記事で見たことないです。はい、綺麗なバスですね。あ、やっぱこうなるとですね、自然とは離れてやっぱ街の風景ですね。綺麗な風景です。これが、ね、黄
キイチゴのケーキです。これね、美味しさがね、伝わらないですね。私がレポートが上手くないので本当に難しいです。難しい、こう動画でもね、イラストでもこう思いを伝えるって難しいですよね、自分の気持ちをね。いただきます。美味しい、最高です。皆さんね、ぜひ本当にしつこいですけどフリップフロップ来てください。あのこのね、カメラを携帯を立ててたやつを撮りまして、これです、これ市電を走る風景。10月31日日曜日まで、神戸市西区のフリップフロップでやってますんで、ぜひ皆さんお越しください。買われるそうです。はい、猫ちゃんがねおるんですけど、猫ちゃんいた、フリップフロップさんの猫です。ここ車今から出るからね、またね、また会おうね、バイバイ。